はい、こんにちは、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございますね。またまたちょっとね、久しぶりの動画配信になってしまったんですけども、皆様お元気ですかね。毎日ね、暑い日が続きますからね、熱中症とか気をつけてくださいね、本当にね。まあ私はクーラーの効いた部屋でずっと仕事してるからあんまり関係ないっちゃ実は関係なかったりするんですけども、ちょっとお知らせです。今週末、7月7日日曜日の、夜8時から、メンバーの方限定になってしまうんですが、まあ久しぶりに半年ぶりぐらいかな、ライブ配信をやろうかなと思ってますので、もしお時間ある方はちらっと参加してみてくださいね。はい。で、今日の動画はタイトル何にしようかな。またちょっとね、一応質問いただいてるんで、まあ、紹介してからお答えしようかなと思ってます。まずは、とりあえず質問をご紹介しますね。では、いきます。今回の話題と重なる部分で最近疑問に思っていることがのりさんに質問させてください。はい。今回の話題。今回の話題っていうのは、2個ぐらい前の承認欲求について話した動画にいただいた、コメントですので、まあ、承認欲求について、まあ、なんか思うところがあって質問されてくださったのかなと思います。続きます。新時代の生き方を標榜して、昨年 YouTuber に転身し、短時間で成功された方がいるのですが、その方が、スラックでこんな発言をされていました。週5で残業しながら働いて、金融資産を形成し、劣った体力と崩れた体型、社会の人間に囲まれ、週末はどこに行っても混んでいる10年後と、好きな場所で好きな時間に好きな人とただ遊んでいるだけで、稼ぎも、人気もあり、平日空いた時間でスポーツや芸術、趣味を思う存分極めている10年後のどちらがいいですか？この発言自体、そういう発言をされた YouTuber の方がいるってことですね。続きます。この発言自体、成功した YouTuber にありがちな発言とは思うのですが、なぜかこの文面から発言者の労働していないことに対する後ろめたさや、自身の現在の状況に関する自信のなさを感じてしまうのです。チャンネル登録者数や金銭を十分に稼いでも他者から承認されていないという感覚がこのような発言につながっているのでしょうか？それとも私自身の何らかのコンプレックスがこの人に投影されているから先ほどの感想を生んでいるのでしょうか？何かの機会でお話しいただけますと幸いですってことですね。はい、ありがとうございます。はい、結論言います。この方おっしゃられているように、自分自身の何らかのコンプレックスというか、まあ思いとか観念とか自分自身の思想が、外側のその SNS の発信に対してその反射的に、反応が湧き起こってそういう感想を生んでいるっていうことです。これがいつも話している一人人宇宙っていうことなんですよ。今なんかだとね、もう SNS ってものがあるんで、まあ皆さん好き勝手に言いたいことを言いますよ。まあ私もね、普段から、まあ X を見てくださっている方は、まあご存知だと思うんですけど、私酔っ払うとね、本当につぶやきが止まらなくなるんですよ。もう精神世界のわけのわからないね、話が勝手にもう酔っ払うとね、上から降りてきてバーって連続つぶやきとかやるんですけども、でみんなね、それを面白がって聞いてくれるからね、私もまあ嬉しいなと思うんですけども、それに対してもね、やっぱり10人いたら10人の感想を持つし、中には共感できる、すごい共感できるって言ってくださる方もいますし、いや違うって否定してくる方もいますし、それって微妙だねとか言う方もいますし、逆に俺はこう思うんだってマウントを取ってくる方もいらっしゃるでしょうし、まあいろいろなんですよね。だから一人一人の認識って全員違うんですよ。100人人間がいたら100人とも全員認識が違うんですよね。1万人いたら1万通りの認識があるんです。だから地球上には今80億の人間がいるのかな。だから80億通りの認識があって、みんなそれぞれ80億通りの世界を外側に投影して見ているっていう一人一宇宙なんですよ。
もちろんね、その考えが共感できる部分とか一致してる部分もあるんですけども、厳密に言うとそこにはクオリアっていう質があるからさ、あのクオリアってあの茂木健一郎さんがよく使う言葉なのかな、うん、ああいう質の部分っていうのはその比較してその推し量ることがまあ原理的にできないから、だからねみんな違うんですよ、うん、で相手が何を考えているのかっていうのを知る方法っていうのは本当はねないんです。それってね不可能なんですよ、うん、だってその考えていることとか思っている感想っていうのはそれも質だからクオリアだから、その厳密に言うと数値ができないはずなんですよね、うん、だからねあのこれもよく私昔から言ってるんですけど、相手は多分こうやって思っているだろうっていうあなたの考えは、うん、大抵間違いなんですよ、っていうかほぼほぼ間違いなんですよ。そういうもんなんです、うん、これが人間の意識構造の面白いところであって、またこういうことを楽しむためにやっぱ我々ってこのね、わざわざワンネスから分離してこのみんなバラバラの認識を持つようになったってことも言えると思うんですよね、うん、だからまあ今の時代だと SNS があるからみんな好き勝手いろんなことを言うんでしょ。でその方はまあたまたまなんだあの脱サラして YouTuber をやられてるのかな。でもまあ私もね、私はまあ別に YouTuber でも何でもないんですけども、まあ一応 YouTube やってますって感じだけど、でも別に仕事を持ってるんですよね。まあ本業はその IT 関係、まあウェブ関係、まあデザインを、まあずっともう同じ業種でもう20年以上やってるんですけども、やっぱメインはそっちなんですよ。一日に使ってる時間ももうそっちが圧倒的に多くて、YouTube に割いてる時間って、まあ今もこうやって喋ってるのって、まあたただね、録音してちょちょって編集するだけなんで、本当わずかな時間なんですよね。で最近はまあ更新頻度も本当に落ちちゃってるんで、ね、昔なんかも結構月に7、8回とか更新してたんですけども、今ね、だいぶのんびりやってて、まあその分、空いた時間をまあ遊びに使ってるっていうのがね、実は正直なところなんですけど、まあ飲みに行ったりとか旅行行ったりとかね、うん、でも昔はやっぱその遊びに使うよりもなんか YouTube をやっぱやりたかったんですよね、うん、なぜならその時はそれが自分にとって面白かったし楽しかったからなんですよ。だからここに週5で残業しながら働いて金融資産を形成って書いてますけども、本当にその人が仕事大好きだったら週7で寝ずに仕事してると思いますよ。だってそういうことじゃんね。楽しかったらやるんですよ。うん。そういうことでしょ？うん。だから仕事と趣味って、分けるってのも、本当言うとあんまり理想的じゃないのかなって私は思ってるんです。もちろん全ての人がそんなね生活できるとはね言えないんですけども、でも私はなるべくそういう生活っていうか生き方がしたんですよね。もう仕事と趣味を分けたくないんですよ。もう一生だと思ってるんですよね。だからそういう生き方を私がするためにはじゃあ何が邪魔になるのかなっていうと、なるべくこの社会的な規範、今まで当たり前と言われてきた常識的な生き方から離れることだと思うんですね。だから私はその例えば家族というものにリソースを割きたくないし、だから結婚もしないですし、これからも今のところはするつもりはないんですよね、うん、だから、うん、だってさ家族とか子供とかにリソースを使わなきゃいけないわけじゃないですか、うん、すると自分の楽しむ時間っていうのは当然減りますよね。私はその生き方は私にとってはちょっと違うかなと思うんですよ。ほら昔なんかだとさ、なんかね昭和の時代だとやっぱ生き方のテンプレートみたいなのがなんとなくあったわけじゃないですか。こうすると幸せになれますよみたいな幸せテンプレートっていうのかな。とりあえず学歴はあった方がいいよねってことで、いい高校に行くことを目指して、で高校無事入学できました。そしたら今度はいい大学に行くことを目指して、でいい会社に就職することを目指して、じゃあいい会社に入りました、じゃあそのいい会社で定年まで勤め上げましょう、その間にパートナーを見つけて結婚して、で結婚したら今度子供1人産んで、あ子供1人できたね、今度はじゃあもう1人欲しいね、じゃあ子供2人作ろうか、うん、じゃあ
あの、今の賃貸だから狭いから、マイホームをね、一戸建てを建てようかとかね。なんかね、そこまでやってなんか一国一地上の主かなんだかよくわかんないけど、うん。それがなんか幸せのテンプレートみたいなね。うん。あったじゃないですか、そういうの。うん。まあでも、こういう動画を聞かない方にとっては、ある意味まだそれがテンプレートになってると思うんですけども、だから、まあ私はそういう人とはまあ全然関わってないから、よくね、外の世界のことはわかんないんですけども、そんなのどうでもいいじゃないですかね。いわゆる世界一般で言われている常識っていうものは、常識、そんなもんね、ないんですよ、ぶっちゃけ言うと。最初からなかったんですよね。で、幸せのテンプレート、成功のテンプレート、それを達成するための、その常識という社会的な共同幻想、みんながこうだと思い込んでいる幻想ですよね。もう言ってみれば洗脳なんですよ、これ。うん。メディアとか社会とか教育とか、そういうものから上から植え付けられた、幼少期からずっと植え付けられた洗脳なんですよ。うん、で、洗脳ってことも気づいてない人がほとんどだから、だから、あ、これ洗脳だなって気づいてる人は、まあちょっと勉強家の方なんですよ。じゃあそういうとこから一歩出ようよってね。うん、まあちょっとアウトサイダー的なね、そのアウトロー的な話に聞こえるかもしれないんですけども、でもそれがやっぱ私にとっての正解なんです。で、その、常識というテンプレート、幸せというテンプレート、成功というテンプレート、そんなものは最初からないのに、あたかもそういうものがあるかのような錯覚を見ていたのがこれまでの時代だったんです。で、実はそんなものなかったよね。いわゆるマスと言われるもの、普通と言われるもの、そんなものって最初からなかったよねってもうみんな気づいてきた時代になってきたんですよね。それが今みんなが使っている多様性っていう言葉の中に現れてるんですよ。で、多様性っていう言葉は難しくて、じゃあ多様性にちゃんと適応して、ちゃんと自分の人生を良きもの、自分にとっての幸せな人生を生きるためにするには、どうすりゃいいかっていうと、やっぱりそこにはね、ある程度の覚悟がいるんですよ。うん、だって全部自己責任だもん。うん、で、まあ、ここで自由意志はないとかそういう話はちょっと置いといてね。今、もうちょっとその、精神世界の話じゃなくて、まあ、なんて言うんだろう、具体性の話をしてるんで、あれなんですけども、自分が選択したことにおいては、全部、本当は自己責任で考えた方がいいんですよね。うん、自分ので選択したって思ったことはね。うん、それで常にもうやってけばいいわけなんですよ。うん、だから今常識というものが完全に虚構だったとみんなだんだん気づいてきました。じゃあ多様性ってものが大事だよねっていう価値観がだんだん広がってきました。じゃあ多様性の中でどうやって生きればいいのって言ったら、自分にとっての自分の正解を自分でちゃんと決めれるかどうかっていう覚悟が必要になるってことなんです。うん。だから、生き方の正解なんてのは、これが正解ですっていうテンプレートは、もうないんですよ。もちろんね、その明らかに悪いこととかしちゃダメですよ。その泥棒するとかさ、万引きするとか、人を傷つけるとか、もうそんなレベルの話じゃないですかね。昔はそれすらも守れないその人間的に精神的に未熟な人が多かったから、だから宗教とか法律とか戒律とかで人間を縛る必要があったんですけども、今もうそういう時代じゃなくなってきましたし、少なくとも私の周りには、その故意に人を傷つけようとする人とか、その人から何かを奪おうとするマインドの人とか、そういう人ってもう私の周りからはいなくなったんですよ。うん。そういう人と、付き合いをしなければいいだけなんで、なんかこれがやっぱこういうコミュニティの形成にもつながりますし、自分がやっぱり一番自分らしく生きていくための方法論でもあると私は思ってるんですよね。で、その上で、俺はこういうふうに生きるんだっていう自分の中で自分の正解を定めることができるかどうかなんですよ。で、今なんかだともう SNS でみんな言いたいこと言うから、で、この、なんだ、発信者の方、YouTuber の方も、まあ、たまたま、その、脱サラして YouTuber やったら、まあ、たまたまうまくいっちゃったから、まあ、その人は嬉しくてそういう発言をしたんだろうなってのはあると思いますよ。うん、まあ、そんなもんなんですよ。でも、YouTube ってずっとあると思います？
5年後あるかどうか分かんないですよ。ひょっとしたら来年とかなくなるかもしれないですよ。そんなもんなんですよ。だから私は自分で別に、自分 YouTuber ですって何も決めてないんですよ。うん。で、よく YouTube やられてる方でもさ、すごいなと思うのは、毎週何曜日の何時に定期的に発信しますってやられてる方いるじゃないですか。で、あれがね、やっぱ私にはできなくて。で、あれって結局、あれもなんだろう、そういうテンプレートに自分を押し込めてるわけじゃないですか。うん、YouTube をやるなら、このテンプレートで自分を当てはめてやるんだってやってるわけでしょ。うん、そこってやっぱり自分の自由な部分をちょっと削ってるじゃないのかなって私には感じてしまうんですよね。だから私は、自分が喋りたいと思った時に、ね、発信をするし、うん、やりたくなかったらやらないし、うん、めんどくさいなと思ったら寝てるし、遊びに行きたいなと思ったら遊びに行っちゃうし、まあ、そんな感じで、まあ、結構適当っちゃ適当なんですよね。うん、だってね、うん、さっきも言ったけど、その常識というテンプレート、うん、社会性というテンプレートで、その下にあるYouTuber というなんか職業みたいなにさ、それ決めちゃったらさ、そこでもまたそういうテンプレートができちゃって、そこに自分を押し込めちゃうってことになるでしょ。うん、だからさ、ここにも書いてあるけどさ、平日空いた時間でスポーツや趣味、芸術を思う存分極めている10年後って書いてあるけど、10年後なんかどうなってるかわからないの、よくそんなこと言えますねって感じもします、するんですけどね。うん、ね、10年後 YouTube あるかどうかわかんないのにね。うん、だから、うん、何言っちゃってんのってのは同時に思うかな。うん、でもまあ結局そういう発信を見ても、やっぱ私は私でやっぱこういう感想を持ったんですよ。うん、その10年後のことなんか考えてどうするのみたいなね。うん、10年後多分今の金融システムで動いてないですよ。うん、お金というものに対する概念とか価値観って多分もう変わっちゃってると思うからね。だから今の常識の上でその10年後の未来なんて考えてもほぼほぼ意味ないんですよ、そんなことやってもね。うん、例えばその会社組織というものを維持していくにおいてとか、そういうもののなんかトップにいる方はやっぱそういうことも考える必要あると思うんですけども、特に私みたいなね、フリーで個人で動いてる人間がそんな先のことなんかさ考えてどうするのって、逆にそれって自分の足を重くするんですよね。自分の行動力を狭めちゃうんですよ。で、常に臨機応変にもう社会の変わるスピードって今ものすごいんで、特にテクノロジーの進展とか AI の進展ってすごいスピードで動いてるから、それに常に合わせて臨機応変に対応して、で金融システムが入れ替わったらそれに対応して、またなんかちょっと楽しいことやろうかなとか、儲かること考えようかなって、その次へ次へって考えていくのが私は好きですし、私にとってはそういう生き方が自分にとっての正解だと思ってるんですよ。うん、だからね、まあ、たまたま私の場合は、その IT とか、そのウェブデザイナーとか、そういう仕事は、まあ、今んとこも20年以上続いてるんですけども、それも今後わかんないですよね。うん、そのウェブデザイナーなんで仕事が、あと10年後あるかっていうと、多分ないと思うんですよね。まあ、これもわかんないですけどね。うん、もう5年後にはなくなってるかもしれないし、でもそうなったらそうなったで、まあ、どうせ私のことだから、なんか、また臨機応変にいろいろ考えて、全くね、違うことをやってるんだろうなと思うんですよ。で、その全く違うことっていうのは、今の時点の私の思考レベルで考えても、どうせ想像もつかないことだから、考えるだけ無駄なんですよね。うん。それよりも、いかに健康であるか、いかにポジティブ思考であるか、うん、いかに柔軟性を持っているか、うん、その閉鎖的な性格ではないか、とか、そういうことを、うん、まあ、大事にしてたいかなと思いますね。あと、まあ、人との出会いっていうのはやっぱ一番大事ですよね。もうこの世界っていうのは本当ご縁で動いてるんで、その新しい情報や自分に対しての有益なこととか、まあ、あと、まあ、自分の人生の幸せって、要はもう全部ね、外からやってきてるんですよ。で、まあ、普段から話してる話に戻るんですけども、結局我々っていうのはその自由意志っていうのは全くないわけなんですよね。なぜなら自由意志を発動する私という、その、この主観性、その主体自体が
幻想なんですよ。そういう感覚がただ脳の中に浮かび上がってるだけであって、本当は自分っていないんですよね。うん、我々はやっぱその宇宙全体のエネルギーによって、言ってみれば生かされてるだけなんです。ただ生かされてるだけなんですよ。じゃあその生かされている上からその降りてくるその天命というか、そのなんだろう、インスピレーション、その直感と言ってもいいかもしれないんですけども、いかにその通りに生きるかってのが結果的に自己実現につながるって思ってるんですね。つまりその利己的も利他的もないんですよ。うん、例えばビジネスをする上ではその利他的に考えるっていうのはもちろん大事なんですけども、でもその利他的にその自己犠牲が入ってたら何にもならないじゃないですか。自分も楽しめて、それがなんかよくわかんないけどお客さんも喜んでくれたみたいなね、やっぱそれが理想だと思うんですよ。うん、で私はやっぱそこを追求していきたいなと思うんですよね。自分はもう遊ぶように仕事をして、でなんかわかんないけど、まあ周りの方もちょっと気が楽になってくれて幸せになってくれたらいいなみたいな、そんな軽い感じで考えてるんですよね。うん、だからね、なんだろうな、これも前から話してるんですけども、その個人の認識よりもやっぱこれからっていうのは全体的な認識だと思うんですよ。我々は本当は分離してなくて、みんな一つであり、まあこれを集合意識と言ってもいいかもしれないんですけども、自分の個がの思いがより集合意識的になった時に、その時にやっぱ利己も利他もその利己的利他的っていう感覚はなくなると思うんですよ。うん、自分のためは相手のため、相手のためは自分のため、うん、そこに喜びがあればいいじゃないですか。そうすりゃお金ってのは勝手についてくると思うんですよね。うん、だからお金というのは、感謝の対価であるみたいな考え方、まあネットでよくあると思うんですけど、私はこの考え方が好きで、うん、やっぱ感謝された量によって比例してお金って入ってくるんだろうなみたいな。でそこにはやっぱり喜びとかがあるわけなんですよね。うん、でこの喜びというのをいかに膨らましていくかですよね、日々の生活において。であと大事になるのが、まあこれも普段から言ってるんですけども、そのなんだろうな、アート的というかね、うん、今までの時代だったら損得とかを考える時代だったんですよ。うん、利益利益ですよね。で私も昔サラリーマンやってた時あるから分かるんですけども、もう月末になるとさ、売上があと8500円足りませんとかさ、もうそんなレベルでお尻叩かれたんですよね。もう今から考えるとさ、バカなことやってんなと思ったんですけど、でもそれを真面目にやって他の部署とね、競わしたり、売上8500円ってなんだよ、それみたいな。どうでもいいの、そんな端数だろとか思うんですけど、うん。でもね、そういうことをやるんですよね、会社、アホな会社はね。まあ、アホな会社ってあんまり人の会社バカにするのは良くないんですけども。で、そういった損得感情とか、なんかね、まあ、うん、なんだろう、金儲け主義っていうのかな、そういうのを考える時代ではなくて、まあ、もっとそういうのから解放された認識をガクンとも次元を1次元2次元俯瞰させた、まあ、メタ認知なんて最近は言うんですけども、その全体認識においていかにアート的に生きるか、うん、損得とかそういうものがない、その喜びとかね、うん、その美しさであったりとかね、まあ、あと好きな言葉で私心善美っていう言葉好きなんですけども、そういうものをいかに自分の暮らしにうまく取り入れていくかみたいな、うん、そんなことは、うん、まあいつも考えてるかなって感じはしますよね。うん、でまあ今いろいろ話したんですけども、これもあくまでも私の考えなんですよね。だから皆さんもうそうしましょうっていう話じゃ全然ないですよ。うん、さっきも言った通り、これからはもういやおうなしに多様性というものを理解していく時代になっちゃっていくんですよ。なっちゃっていくんですよね。うん、だってそもそもその生き方のテンプレート、つまりマスみたいなもんね。このマスメディアのマスですよ。マスなんてのは最初から存在しなかったのに、あたかもそのマスってものがあるような錯覚を見てたねっていうのが、だんだんみんなにバレてきてるんですよね。うん。
で、私が今話しているこの話を聞いて、何話してるかさっぱりわからないって方は、もうね、聞かなくていいと思います。ちょっとこれ、きつい言い方に聞こえちゃうかもしれないんですけども、これがやっぱこう認識の違いなんですよ。だから私も昔の友達とかどんどん縁切れちゃってますよ。だって話通じないからつまんないもん。こういう話してもわかんないんだからさ。で、それはそれでやっぱ生き方の正解っていうのはないから、私が正解で相手が間違ってるってことでもないんですよ。自分の正解っていうのはもう自分で決めるしかないんですよね。で、そのためには、でもある程度のやっぱ覚悟はいりますし、決断力もやっぱいるんですよね。で、自分で選択したこと、自分で選んだという認識がある部分に対しては、ある意味全部自己責任なんです。そうやって思った方がいいんですよ。本当はその自己はありませんとか、そういうノンデュアリティ的な話はちょっと置いといてね。本当は、そうやって思った方がいいと私は考えてますよ。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。森さんでした。